俺はつまんないやつ、ずっとこのつまんない日常が続いていくのかなと思ってた。あの男に出会うまでは。すげえ。このギターお前になるよ。レックで行こう。俺と組みたきゃすげえボーカル連れてこい。今日転校してきたんだ。会見に泊まっていい？え？うっさー。バラバラの5人が作ったバンド、ベック。バンドはただ技術のあるやつだけが集まりゃいいってわけじゃね。ケミストリーが大切なんだよ。聞いたよ、君たちの新譜。どちら様？彼らに訪れた。ねえ、グレートフルサウンドに出てみない？夢へのビッグチャンス。本当にここで俺たちは。全てが順調にいくはずだった。しかし、こいつらがメジャーになることは永久にない。ちょっと待てよ、グレートウィルサウンドに出られないってどういうことだよ。このままバンドがポシャる可能性もあるぞ。小雪も自分の気持ち伝えたくなる時が来るよ。冗談じゃないわよ、観客が集まってるのよ。レックの中で必要じゃない人間なんていない。こんな俺に人の心を動かす音楽なんてできんのかな。今の苦しい気持ちも、みんなでここまで来た意味も、俺は伝えたいよ。ベック。